胃がんに罹患した時のビデオ第5話です。タイトルはがん告知です。2018年12月28日にピロリ菌駆除の薬を出すので LINE するように電話がありました。次の日にまた病院から電話がありました。内容はお話ししたいことがあるので病院に来てくださいということでした。ピロリ菌駆除のことですかと尋ねると、いや、先生から話があるということでした。あまり良い知らせではないということですかと尋ねました。多分詳しくは先生からお聞きくださいと言われ、2019年1月9日にアポイントを取りました。ひょっとしてがんと思いました。ただこの間正月休みがあったのである程度心の準備ができました。当日資料を2つ渡されました。資料は日本語と横文字が混在していました。最後のグループ語のみ分かりました。医学には全く詳しくありませんので、ちんぷんかんぷんです。がんですか、がんの疑いですか、がん確定ですかと矢継ぎ早に質問しました。医師から即答でグループ語はがん確定ですと言われました。結構冷静な自分がいました。大きな病院に紹介状を書くので希望はありますかと聞かれました。地元で一番設備が整っている国立大学附属病院と答えました。ピロリ菌駆除も合わせて大学病院で処置をすることになりました。ただ大学病院は人気があり、初診日が2019年1月22日となりました。人間ドックから約1ヶ月経過しています。これでがん告知についての話を終わります。次回は大学病院胃内視鏡検査です。チャンネル登録をお願いします。